こんにちは、アートマンのみゆきです。今回は膝の痛みを取る整体をご紹介します。ここの安心をベッドの上に乗せてもらって、はい、はい、で膝を曲げて、で足首も曲げとく。そうですね、90度で、なるべくお腹を引き上げて、そこから腕を上げます。で、曲げてる方の足に伸ばしていきます。お腹引っ込めて。ここ股関節内旋してるんですね。はい、うん、なのでここのこの部分が伸びていくのと、今ここは伸ばしてますよね、はい、で、ここの膝関節なんですけど、ここはねじれないようにしっかり内側に入れていく。ちょっとしんどいけど、息吐いてふー、お腹へこまして、そうそうそう、で、戻します。もう一回、はい、内側に、股関節を内側に入れると関節がねじれなくなるので、こう入れていきながらお腹へこめて、で、伸ばしていきます。そう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 。で、戻します。はい。戻してください。そう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 。あ、股関節を内旋することによって膝の関節が楽になってくることを体感されたと思います。骨盤は前を向いててもしっかり股関節を内旋して、膝の関節の負担を減らしていきましょう。また横に倒すことによって肋骨と仙骨の動きをつけていくことができるので、呼吸もしやすくなりますので、膝関節だけに視点を置くんではなくて、全身の流れを意識しながら行ってみてください。そうすると膝の関節も必ず流れが出てきてスムーズになってきます。では次回も整体をお伝えしますので、皆さんご期待ください。